いってらっしゃい。よいしょ。うわ、寒い。風邪ひくなよ。お弁当おいしかった？おいしかった。梅干しのおにぎりもおいしかったよ。あの梅干し教授がくれた最高級のだからね。おいしかった。なぜその女性は社会を震撼させる凶悪事件を起こしたのか。大丈夫ですか？すいません。あるところに幸せを夢見る一人の女の子がおりました。僕が生きてるのは小春さんのおかげですか？出会ったのはお医者様とその娘。小春ちゃんがママなら超賛成。私はちゃんと光の母親になる。まさにシンデレラストーリーだよね。女の子は末永く幸せに暮らしたのでしょうか。僕は光のためだったら何だってできる。壊した！いけないんだ、いけないと。シンデレラの物語怖いもん。足のサイズしか知らないのに結婚して大丈夫？母親になることと母親であることは違うのよ。光、お箸使いなさい。トイロな聞かせるんだよ、親なんだ。本当素敵な旦那様だよ。食べることしか脳にねえのかよ。くるみちゃんが死んだら事故じゃない。母親失格です。ママ死ぬ子がいるわけないでしょ。価値観が乱高下する禁断の裏おとぎ話サスペンス、哀愁シンデレラ。すっごい心拍数爆発しちゃうかも。Hey, it's Lisa here with more on horror. The Exorcist was the first horror film to be nominated for a Best Picture Oscar. Now, the horror genre has never gotten much love from the Academy, though there still seems to be a bias against scary movies. During awards season, The Exorcist earned 10 Oscar nominations in 1974, including Best Supporting Actress nod for Linda Blair, who was just 15 years old at the time. Now, do you like my shirt? You can get one in the description below.